暇な犬の日常洋画劇場へようこそ。今日ご紹介する映画、私が最も好きな映画の一つ、Once Upon a Time in America です。オールタイムベスト、つまり、今まで見た映画の中で10本を選べと言われたら、私は3本はもう決まっています。ブレードランナー、アマデウス、Once Upon a Time in America です。このワンサポンタイムアメリカという映画、実は3時間20分劇場公開版がありました。そして DVD の完全版も3時間40分なんですね。2枚のディスクに分かれていて、インターミッションが途中にあるような超大作です。セルジオ・レオーネという監督が監督をしていますけれども、夕日のガンマンとかクリント・イーストウッドがデビューするにあたって、有名になった映画をいっぱい撮ってます。いわゆるイタリアの監督です。で、このワンサポンタイムアメリカ、僕は中学生の頃見たんですけれども、圧倒的な迫力で、3時間20分あるわけですよ。だから1回見ただけでももうお尻が痛いんですけど、僕はね、そのままね、あと2回見たんですね。だから1日に映画館で3回しか上映しないのに、その3回全部その映画館で見てました。それぐらいですね、僕は惚れ込んだ映画なんですけれども、実はその後この DVD で20年ぶりに見たんですが、セルジオ・レオーネという監督はこの映画の脚本を書くのに12年ぐらいかけていて、その間いろんな人と構想してたそうです。そしてスタッフやキャストの人がみんな声を揃えているのが、もう撮影する時にはセルジオ・レオーネの頭の中では全てのカットができていて、映画ができていたと。だから意外と撮影はスムーズだった、もう全部頭の中でできているので、彼の指示はすごく明確だったっていう話をしていて、すごいなと思ったんですね。12年も一つの映画に対して、関わって、考え続ける、それはもうその映画監督の人生そのものですよね。だからそのセルジオ・ロレンドの本当に十数年分が詰まったこのワンサポータイムアメリカっていう映画、これが不運だったのはアメリカではあまりにも長すぎるので、ズタズタにこう編集されて公開されてしまったため、非常に評判が悪かったんですね。しかもこの複雑な時間軸を持つ映画にもかかわらず、その公開版というのは時間を過去から未来へ一直線つなげたっていう、こんなお粗末な編集はないわけで、この Once Upon a Time in America という映画はですね、その軸をいろいろ超えながらですね、大河ドラマとして、また大人のファンタジーとして非常に見応えのある映画です。で、マフィア映画ではあるんですけれども、ゴッドファーザーが家族を扱ったマフィア映画だとすると、この映画の場合は友情を扱ってます。ロバート・デ・ニーロとジェームス・ウッズ扮する2人の友情にフォーカスが当たっています。そして今時の映画監督だったらパン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 切り返してカットしてしまうような、そういったところをですね、カメラと映像と俳優、しかもセリフを言わない俳優の動作で語らせていきます。その映画ならではの時間、映画にしか描けない時間、これがですね、本当に素晴らしい作品です。僕はこの映画世界の中にもっともっといたいなというふうに思って、また何回も中を見るんじゃないかなと思ってますけれども、この長い映画の中でも幼少時代、ニューヨークの1930年代を描いているシーンというのは非常に素晴らしいです。これはニューシネマパラダイスのトト少年の幼少時代が好きな人だったらきっと好きになっていただけるかと思います。当然これニューシネマパラダイスより前の作品ですし、同じくイタリア映画の中のセルジオ・レオーネというのは日本映画の中における黒澤明のようなものですから、絶対にジュゼッペ・トルナトーレ、ニューシネマパラダイスの監督もこの映画に影響を受けていると思います。その証拠にいろいろこう覗くシーンとかですね、何かニューシネマパラダイスを見た人なら何か共通項があるような印象を受けるかもしれません。これはイタリアの監督のセルジオ・レオネの超大作、Once Upon a Time in America です。それでは予告編をどうぞ。